川端です。よろしくお願いします。今回は渋谷幕張高校の問題となります。2問あります。括弧1番は括弧 x-3 の3乗を展開しなさい。括弧2番はね、この方程式を解きなさいということですけれども、まあこれね、どちらもですね、まあ正確に言うと高校範囲にはなるんですけれども、まあ括弧2に関しては括弧1をうまく誘導して、解くことができる問題となっています。まあ、三次方程式ですからね。で、ただ、括弧1番だって、まあ、三乗の公式ですね。括弧 A プラス B、まあ、マイナスでもいいですけども、この三乗の公式を知らなくても一応解くことできますね。この x-3 の三乗を、まあ、要は2乗と1乗に分けて、で、2乗は、まあ、乗法公式。x2 乗引く 6x 足す9。で、カッコ x-3 という具合になって、で、x 乗と x かけて x3 乗、x2 乗とマイナス3かけてマイナス 3x 乗。ちょっといっぺんにやっちゃいますね。マイナス 3x 乗。で、マイナス 6x と x かけてマイナス 6x 乗。よって、ここはマイナス 9x2 乗を、で、マイナス 6x とマイナス3かけて 18x、9と x、かけて 9x 足して 27x で、9とマイナス3かけてマイナス27ということで、答えがこのような形になります。まあ、ちなみにですね、この括弧 a 足す b の3乗の公式を知っていれば、 a3 乗足す 3a2 乗 b 足す 3ab2 乗足す b3 乗で出ますので、まあ、今回、ここの a のところが x、 b のところにマイナス3を入れるって考えて、そうすると、ここは x の3乗ですね。足す 3×x2 乗かける b のところがマイナス3。足す 3×x かける b のところにマイナス3入れて、括弧マイナス3の2乗。足す括弧マイナス3の3乗。したがって x3 乗。ここの部分が 3× マイナス3でマイナス 9x 乗。で、ここが、カッコマイナス3の2乗が9。9×3 で 27x。で、カッコマイナス3の3乗でマイナス27。ということで、同じ答えにはなります。そしたらですね、続いてカッコ2番なんですけれども、先ほど言ったようにね、カッコ1が誘導になってます。で、この与えられた式と、まあ、ちょっとこれをね、ちょっと見比べてほしいわけなんですけれども、ここの、x3 乗引く 9x2 乗ですね。ここに出てきてます。で、あとは、まあ、ここもちょっと数字が違うんですけれども、ちょっとこの式をうまく使おうという意識でやると、この式ですね、は、x3 乗引く 9x 乗、ここまでですね。で、無理やりプラス 27x にして、27x を使いたいからですね。だけど、実際は 25x なので、マイナス 2x にすることによって、ここプラス 25x で揃えられます。で、マイナス27を無理やり出してしまって、ただ、実際はここマイナス21ですね。なので、マイナス27足す6でマイナス21なんで、足す6と。そうするとマイナス21。ということで、無理やりですね、この式を登場させようとすると、このようになります。で、ここで、今、x3 乗引く 9x 乗足す 27x 引く27。これは、カッコ x 引く3の3乗のことなので、カッコ x 引く3の3乗という具合になり、で、マイナス 2x 足す6。ここはマイナス2でくくって、カッコ x 引く3という形になります。そうすると、ここで、x 引く3、x 引く3っていうね、同じものが出てくるわけですね。まあ、一応ちょっと A と置くならば、ここは A と置くならば、A3 乗引く 2A イコール0。よって A でくくって、A カッコ A2 乗引く2イコール0。で、元に戻して、A のところが X 引く3だから、カッコ X 引く3。で、A の2乗。A の2乗っていうのは、元に戻すと、カッコ X 引く3の2乗。これ展開したら、x2 乗引く 6x 足す9ですね。なので、x2 乗引く 6x 足す9引く2イコール0。そうすると、カッコ x 引く3、
括弧 x2 乗引く 6x 足す7イコール0という具合になりますね。よって、まあ、こっちが0かこっちが0かなので、こっちが0の時は x イコール3でいいですね。で、こっちが0の時は、この x2 乗マイナス 6x 足す7イコール0とこですね。まあ、これ一瞬なんか因数分解できそうですけど、できませんね。ということで、まあ、解の公式等で解いてあげて、計算するとですね、ルート2って言いますね。なので、答えが、以上の答えはですね、方程式を解きなさい。x を求めなさいと言われたら、x イコール3と3プラマイルート2と。いう形で、答えを出すことができますよ、ということです。はい。ということでですね。まあ、ちょっとね、渋谷幕張高校の問題になりますので、まあ、やはりちょっとね、高校範囲がね、ちょっと、少し出てきてしまっている。まあ、ただ、実際、この誘導に乗っ取っていけば、カッコ2番は解けますし、カッコ1番も、3乗は2乗の、2乗かける1乗だというふうに考えればね、このように解くことができるのでね、まあ、そういった意味ではね、まあ、中学範囲でも解けるよ、ということにはなります。まあ、これね、1番の誘導に気づかないとね、ちょっとこれ、2番はね、このままちょっと普通に解こうとすると、ちょっと、高校範囲、まあ、これ数学2のね、この問題単独だったら数2の問題っていう感じになってしまうので解けないですけども、あくまでも1番があって、これが解けるよということですね。まあ、ちなみにね、この渋谷幕張高校ですけどね、もうとにかくですね、まあ、大学のね、合格実績がとにかくすごい、高校に、ね、なりましたね。まあ、わ、もう、なんですか、どれくらい前ですかね。私の感覚だと、10年ぐらい前から、なんか急激にブワーって伸びてったっていう、そういうイメージはあります。東大もね、70名を超えてますね。合格者が70名を超えてるので、本当にね、あとは共学ですね。共学の学校としては本当に、もう、なんか日本一、ほぼ日本一となるような高校になってんじゃないかなというふうに思います。私がね、去年教えた生徒で、開成高校に結果的に入学した子がいるんですけれども、その子がですね、渋谷幕張落ちたんですよね。渋幕落ちて開成受かったっていう例があるぐらいなので、まあそういう意味ではね、本当にね、まあ、高校入試でもね、最難関とね、言えるんじゃないかなというふうに思います。問題のレベルもですね、本当に難しいですね。はい。まあ、挑戦する人頑張ってください。以上で解説終わります。では。